シェアしなきゃみんなこんばんはボサボサや <laughs> みんな早速ありがとうございます <laughs> なんか変な毛が出てるこんばんは テロップどうしよう。そう、今日肩出しです。肩どころかも、なんか湧き出しみたいな感じ、でちょっと恥ずかしいんですけど。あ、川奈さん。なんかラブって書いてる、初めて見た。ラブって書いてある、なんかあの。銀手みたいなやつ。ありがとうございます。一応おめでとう、ありがとう。 あのね、お礼配信じゃないんですけど今日お礼配信じゃありませんって書こうかなテロップに <laughs> お礼配信は今週の土曜日ぐらい,ぐらいに土曜日ぐらいぐらいにあのもうちょっと、ね、ちゃんと準備してあの、ね、ランキングはちゃんとスクリーンショットと言っておいたのであの、ね、ちゃんと感謝伝えたいのでその時にまた改めて「カッコ米印お礼配信ではありません」 いやそんなこと別にかかんでいくかえー、っと <laughs> まあいいか一回いったんいったんテロップなしにしよう <laughs> 横顔も美しいミそラちゃん <laughs> ちゃんと今日の昼のも場面読んだでしょ <laughs> ありがとうビッグラまあそうですねみんなビッグラブってことですとにかくお礼配信までみんなに何も言わないのはどうかと思ったので一旦配信をつけましたアブリカルビさんゴールドのマイクありがとうございます そうやねルームス配信で会みんなは昨日ぶりだね昨日ぶりんやさんココナッツのジュースありがとう浦部さんもココナッツありがとうねイベント期間と全然あれが変わってるギフトのイラストが変わってる1位おめでとうありがとうラーメン歩けるねそう歩けるのありがとうつんやけど今日は大人っぽい今日はあやっぱりちょっと 帰りのお車で寝てたからちょっとアホ毛が出てんねんけどここを編み込みしてほぐして低めツインで巻いてますって感じにしてます今日も可愛い今日も愛おしいありがとねもうバメ今日から撮りましたわあありがとう今日のお昼のやつはギリ届く時間帯やったのかな3時半ぐらいに多分送ったんやけどどうやろう今日の夜からなんかな <laughs> <laughs> ありがとうねとにかく今日からよろしくお願いします川野さんハートありがとうイベントお疲れ様ありがとねうわすごいなんかうわーうわーうわうすごいラウェって野外っぽいね勝手にイベントホルケーだと思ってた野外思いっきり野外なのよ雨とかフラント言ってほしいけどもう今からてるてる坊主作ろうかな る坊主作り配信する <laughs> ハード百個コカさんありがとねいつも服がかわいいそう今日はねお洋服ママに4着かな買ってもらったの4かな多分4だと思いますなんとみそにはズボンを買いましたもう晩年スカートネキで今日もねちょっと見えるかな今日もちょっと見えなさすぎるでしょ メラを下げたらいいんじゃん今日もスカートネキなんだけどね <laughs> 画角悪き <laughs> 今日もスカートネキなんだけどみそにはなんとズボンを買ってもらいましたなんか太ももがちぎれてる感じのズボン <laughs> なんかズボンやねんけどなんか太ももがなんかちぎれてるやつ可愛くって買ってもらいましたあとはスカートと。 上の服二つ買ってもらった嬉しい。公園もいっぱい行くしランウェイも絶対見に行く晴れろあ,ありがとういっぱいこれから会いたいねチームで一位個人でも三位ってすごいよほんまにびっくりです個人で三位でしたいや今回個人のねポイントのあれではなかったんですけどこポイント数だけで言ったら個人でも三位でちょっと本当にびっくりでした。あ 皆さん本当にありがとうございます本当に果てしなく果てしなくこの地球で一番感謝してますありがとうございます嬉しい美空がそんなに愛をいただけると思ってなくて本当に嬉しいあさっきのハートのやつ初めて見たけどそんなあれだったのねちょっと待って立ち上がり TV ですわーノートのページあるかな それ何なのハートビームみたいな感じビームビームハート見せないうちにね新しくなってましたねあ一ページだけありましたそれ何なんだろうハートのビームかな みそらが勝手にハートビームだとめんめんしちちゃいますちょっととねミラがハーートビームだと言ったらもうそれはハートビームなのでみんなの中ではハートビームでお願いしますうわあちょっと立体的な絵や中学時代サボってた円柱の書き方とかが今になって生かされてきたな,なんやって あ、でも可愛く描けたかもしれないああんま可愛くないかもちょっと許して <laughs> やっぱりイベント期間上手くなったのは描き慣れたやつが増えたからだったわ初めてのやつ描いたらちゃんとえ下手くそでした竜さんハートビームタワー <laughs> ちょっとこれねありがとう。 <laughs> 下手くそやな <laughs> ありがとうたくさんまたイベント期間も50ミスなダニーメッサさんありがとうお昼のも場面2回来ました嘘なんで2回送ったかな美ラうっそんうっそんうっそんまあでも届かへんよりマシか <laughs> 最近返信できてなくてごめんいいよいいよ全然時間がある時でいいしいいんだよ ももかちゃんハートありがとう「てるてる TV」ありやろ?「てるてる坊主」ちょっとほんならさしばらくもうちょっとたってラーメンウェイ近づいてきたら「てるてる坊主」作り配信しようかなみんなと一緒にみんなのね服の好みとか聞いてみんなが好きな服装の「てるてる坊主」作りどうですか?「モデルウォークレッスン行く?」 え、行けるもんなら行きたいみそらちょっと歩き方下手くそやと思うからさ行きたいな歩くの多分下手くそやと思うしそんな中途半端なの、ね、見せたくないから行きたいかも晩年っすかトネきそうなのよ夜のあぎり間に合ってないけどあ昼か昼のあぎり間に合ってないけど夜から楽しみお 任して送りたい写真がね多すぎてもうなんか時系列がバグってるんですけどもうバメもね楽しみにしといてね <laughs> もうバメはねなんか食べたものとかいっぱい送ってるからあのその気になったものとかあったらぜひ真似してね一緒の食べたり飲んだりしよう1位のご褒美あ全然そういうわけじゃないねんけどそういうことにしようかな。 一位のごバメさっき登録しましたありがとう楽しみにしててねこれから黒系が好きなイメージでも黒買いすぎてもうなんかなるべく黒選ばないように最近頑張ってますそう黒が好きすぎて黒ばっか買っちゃうのよファイナルサマーセールなんだもんねそうよ最大70%オフとかだったよ 本番は卒業演行ってました。いいねダンサブルさんの妹分ユニットもできてもうびっくりよいやもうできるとは思ってたけどすごいね楽しみどんな感じになるのか個人3位パチパチありがとうねほんまにみんなのおかげですありがとう頑張らなきゃ久々やしね もう一回練習し直してミスとかないように頑張りますラブレーザーっていうのねやっさんなんか愛のペンライトありがとうああ遅刻遅刻待ってリクパパさんそれあれや漫画や漫画の出だしやそれハートビームハートビームですあれは <laughs> ラブレーザーなの知らなかったアブリカルビさんラブの銀手みたいなやつありがとうございます 円柱の書き方サボってたよっていつもねあのなんか立体系とか書くとき嫌やなぁと思ってましたにゃーや,や,やほーにゃーですやっほーやっほーしんやさんも愛のペンライトありがとうございます十五時と17時に来たえなんでミスラ同じやつ二回来たミスラ今日一1回しか送ってないよねえっ なんでなんでなんで,なんで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 なんだけどだってだってだって踊っちゃうよなんで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 ,なんでやろびっくり C チームの優勝はミスラの個人3位の光景が大きいありがとういやいやみんなで頑張った結果です本当にありがとうございますランウェイメトル配信 <laughs> ちょっと長い廊下でもか借りてやろうかなミセラちゃん遅れた遅れてないよありがとう来てくれてニャーのためにちょっとは貢献できたいやもうちょっとどころじゃないよ毎日もらったねパワーがもう何よりも大きな大きな貢献やったのでねありがとう本当に今さゆきちゃんがお礼配信100名しているねミセラはそれをね今週末ぐらいにやりたくってどういうふうにしようかと思っています なんかアイコン書いてほしいみたいなのも言ってもらったしあとは結構上位の皆さんにはなんかもっとできることないかなとか思って今いろいろ考えてるのでちょっとお待ちをこれはよお礼配信っていうよりかはあのお礼配信まで何もね黙っておくのは違うなと思って <laughs> 一旦ねつけさせてもらってるのでみさらちゃんのモバメ撮ってないけどバグ,バグで届かんから届かんわ <laughs> <laughs> どんなバグやね届かへんよ青が好きすぎて青の服ばっかり買ってしまうミスラパステルからーが似合うえー、そうわかるなんか夏やからさ青にすごい惹かれんのか今日も服屋さんで青可愛いと思ってこうして合わせてんけどもなんかもうこの世の終わりぐらい青が似合わない女やったから普通にママにも「これどう思う?」って聞いたらって言われてやめましたでも青可愛いよね すんごい見てる分には可愛いねんけどちょっと顔的に似合わなすぎて諦めちゃったからみんなみそらの分まで青い服を着てほしいなと思いますおめでとうございますありがとうございますももかちゃんハート3つのやつありがとうパン加えてはして曲がり方曲がらないってほんまやテンプレやあー遅刻遅刻 <laughs> テンプレや 4日当選したんでよろしくうわ頑張らないとよろしく頑張ります本当におめでとうありがとう嬉しいよ本当になんか楽しんでもらえましたかみんな本当に時にはオタク配信をしたりだとかあのメイクなんてもうね最初はヒスピン店の抵抗あったけどもう見せれるようになったしミスラは楽しかったけどみんなにも楽しめてもらえてたかなと 不安なんですが楽しんでくれてたら何よりです思いが強すぎて2通きたんかも <laughs> そうかもね思い強すぎて2通ありえるありえる一位おめでとうありがとうももかちゃん愛のペンライトありがとう 雨とかも参考にしたいから見たい。ああ、今日崩れる前に取っとけばよかったよ。これママが今日結んでくれたんやけど、取っとけばよかった。車で寝ちゃってボサボサや。会いたい、9 <laughs> 会いたいねー、ほんまに。ミシャラちゃん手回しも同じ方出すんでしょう。でもダメだよそんなことしちゃ。緊張しすぎてそんなしちゃダメよ。 そういえば13日のフェスまでもう少しほんまや楽しみ10月1日見に行かなあかんな <laughs> みんながね見守ってくれたら手と足同じ方を出さずに緊張せずに歩けるかも <laughs> 深夜さんハートありがとうよしけんさんゴールドのマイクありがとうございます大和さんなんかあのヤシの木とか鳥とかいっぱいありがとうございます ミちゃんの誠実さが好きいや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 みんなにね伝えたいことがたくさんあるので本当に服とかどれぐらいの頻度で買うのなんかあまりにもクローゼットがないの中身がないなと思ったら買ってもらってますと <laughs> か出先でなんかすごい一目惚れがあったら買ったりとかあんまり頻度は気にしてないけどあの3日に1回同じ服着ないといけないぐらい服少ない時あるじゃないですか。 そんな生活が始まったらあ買わないとなって思います <laughs> 3日に1回はちょっと言い過ぎたけどちょっと結構最近同じ服ばっかやなみたいなぐらい服がなくなってきたら買ってもらったりとかまあ一目惚れにはね逆らえないので一目惚れには直感で従うようにして買ってます青とかネイビーの服基本買ういいな似合うのみそらほんまに青系が似合わなくて。 今日も思いっきりピンクやねんけど水色着たいな夏やしほんまに似合わへんかった今日びっくりした鏡合わせたらゆきちゃんハート三つのやつありがとう楽しいイベント期間でした良かったほんま楽しんでもらえてツイッター見て誠実なんだなと思いましたえーありがとうございますうまいこと四枚にまとめられてましたかねもう言いたいことは山ほどあるんですけど どうしてもね4枚しか載せられなくてあれで伝わってたら嬉しいです本当配信ほんまめっちゃ楽しかったこの1週間でおし導がさらにめちゃくちゃあり、ま、上がりましたありがとうもうそれが何よりも嬉しいです本当みんなとね仲良くなれたりとかさらに愛を深めあえてよかった <laughs> 見せるとちょっと距離縮まったかもうちょっとどころじゃないもうこ,こん,こ,んこうやもん密着よ密着 <laughs> ありがとねほんま 楽しすぎて配信イベント終えっ、ー、ありがとうみそらはねみそニャンクハウスをもうねたくさんみんなと仲良しの場でしたいからアクティビティのねコメントを返そうとね決意したのでよかったらあのゆっくりになるんですけど返すのはよかったらコメントとかもねあの送ってくれたらとっても嬉しいよ <laughs> カラオケまた聞きたい OK 待ってて 次は申請の時間間違えないようにします <laughs> わいもこの世の終わりばりにピンクが似合わない人やったから同じよね矢野に初めて公演来てくれるときピンク来てたっていうね <laughs> いや似合ってたよ全然本当に私の目には崩れてないに見えるほんまこの無数のホゲが目に入らぬかチキンチキンミ <laughs> サちゃんの知らない部分がたくさん知れて幸せな時間でしたありがとうほんま。 ミセラもみそらを押せてるのが楽しいいやーありがとうこれからもね楽しい人生歩もうねセータンティーのデザインとか決めたのかないや実は昨日「ルームス」の配信では見せたんですけどあの白紙ですね本当に普段着できるかつ紫っていうのをあの なんか考えてたら本当に分かんなくなってきてちょっともうま本当にもうそろそろ脳みそをね叩き起こしたいと思いますミヤチハトありがとう薄い水色似合いそうだなだけどなってね似合いそうだと思うじゃないですかミサラもいけると思ったんよ思ったんだけどこうして今日合わせたらほんまにもう壊滅的に似合わなくてああこれはダメだと思って戻したね <laughs> 似合わなかったみそらっちょこんばんはこんばんはこんばんはバイト中やから少しだけ顔出しに来たあーお疲れバイト今日の髪型も可愛いありがとう今日は編み込み低めツイン巻き巻きです <laughs> いい感じかいみそらちゃんの好きが増したイベントやったそれはみそらからみんなにもだよ 花柄ワンピース好きですあ花柄ワンピースミスラいつ来たっけ配信の2日目ぐらいに来た気がするけどワンピースもね楽やからもうちょっと欲しいな2つぐらいかな持ってんねんけどワンピースめっちゃ楽やねだって上下のさ組み合わせ考えんのがもうさファッションセンスない人からしたら苦痛やんかこれ合わへんなみたいなでもワンピースって1枚選べばそれで済むからワンピースもう1枚欲しい <laughs> 花柄買おうかな あ,あもう今月やそうよ今月よおみもうちょっとで19歳になっちゃうやばいねみそらちゃんの魅力がたくさんの人に伝わって嬉しい嬉しいあみんなから見たらこっち嬉しい <laughs> 嬉しいね本当にいろいろ出会えて私水色好きそう水色着たいのよみそには水色着たいんだけど着れないんだね似合わなすぎて <laughs> 伊沢ちゃんのボブ目から毎日パワーをもらってるよありがとういやーよかったほんとにみんなの少しでもね生きる力になればちょっと大げさやけど生きる力にでもねなれたらいいんですけどなんでそんな可愛い大好き <laughs> なんでやろう <laughs> みんなと一緒やからかなセットアップで買えばよいとかもうね確かに上下の組み合わせがねたまにママに「ダッサ」って言われるから。 <laughs> もうねセットとかもう決まってるやつの方がいいかもねそう19歳だよ昨日のアイカイ映え載せる予定だよちょっと携帯の容量やばすぎて今大苦戦中やねんけどもう絶対載せるからちょっと待ってて <laughs> 水色青系の服はよく着るけど緑黄緑系の服は似合わんすぎて緑虫になるよね <laughs> 分かる無理な色あるよね美空は今日水色が無理なことが判明してんけど ペンライトカラーに入ってんのに黄色が似合わなくてちょっと焦ってます黄色いほんとにやばいよなんかないかなこのすみこぐらしの袋で代用するんですけどほら見て黄色似合わないね見てダメじゃないこれどう考えてもでもやっぱ黒黒とかがいいかなそうあのちょっと紫とかもこれでちょっと代用して紫じゃない青 この青っぽい色もさこ,うこれ分かるこの絶妙に似合わな感やっぱピンクとかの方がしっくりくるよね黒とかちょっと今からパーソナルカラー診断しましょうみんなじゃあまずあのクリーム色あー落ちたこれは新国語問題演習ほらあ,ーで,もあーでもこれはもう結構白に近いから いけるかいけましたじゃあ次茶色これビンテージですねあ頑張った勲章があるよあんま頑張ってないけど俺見てちょっと付箋ついてんねんけど茶色ああんまり似合わないあんましダメかもしれんねはい次みんな見てください水色強敵ダメね あんましよねそうそうこういうことよパーソナルカラー診断いやねあんまちに合わないわはい緑緑これは理科かなんかのプリントを貯めてたファイル似合わん似合わんダメーアウトアウトでした次はい 赤シート、赤赤、あもう汚い汚い頑張った勲章がああ微妙やねうーんって感じやねやっぱやっぱ黒じゃないフォトサイエンス科学づろク黒まあ、安定よねこんな感じかな みんなどうですか疑似パーソナルから診断をしたんですけど「<laughs> もう場面2人増やす予定だけどミスラとあやめにするえ」えっありがとうございます毎日ね手書きでメッセージとかつけたりしてるのでねミスラからの愛を受け取ってくださいまだ19か若いね若いもうちょっとででも二十歳よだから浩次あの ラブの銀手みたいなやつありがとう <laughs> みさらちゃんの棒豆取ってないから手紙で送ってください <laughs> どこに送ればいいのオリジナルのうちはもう作るねえーありがとう楽しみだ好きなブランドえーなんやろ服えーなんやろねあんまこだわりないかも <laughs> いやんダメだファッションセンスない人の発言しちゃったなんかあでも何やったっけワンワンウェイっていう服屋さん今日可愛いなって思ったのとあとなんだろうまあ定番よねイングとかはよく見てますお値段もあの厳しすぎないし <laughs> あの高校生が自腹で買うのに優しいお値段だったからよく見てました あ、プロフィールのアイテム、あ、消すの忘れてた。消します。ありがとう。みそにゃんこまだ入れてない入ったらいいこと教えて。え、入ったらいいことまず、あのね、みそにゃんこはすごく、あのなんか仲,仲がよ仲良しになる なろうというみたいな感じがあのみんながねやってくれててあの毎回今二回しかしてないけどルームス配信終わりにツイッターがハッシュタグみそにゃんことつながりたいで溢れてます <laughs> あとはなんやろみそらが配信ルームス配信の最後にその配信に来てくれた人の名前を紙に書いてるんやけどそれを月末昨日かなだからに その月に来てくれた人の髪を全部写真撮ってアクティビティにのっけてその月の振り返りみたいなのをしようと思って昨日始めたからあの何やろうあのツイッターみたいに誰でもツイッターとかショールームみたいに誰でも来れる場所じゃないからこその特別感はやっぱりあるかなみんなのお家みたいな場所にしたいからねって感じかなあと動画をいっぱい送れるから あのルームスのために撮ってる動画がいっぱいあるよー <laughs> オーバーオール似合うかなオーバーオールはあの身長がちっちゃいからなんやろすごい幼くなっちゃうな <laughs> 黄色は元気っこそうやね黄色は元気っこなんやけどちょっと似合わなかったかもしれない <laughs> ビンテージ懐かしいやろみんなちょっと今近くにあんのが教科書の山やったからそこで代用しました <laughs> <laughs> ちょっと次は古典が来るってそう古典かと思いきやね現代文単語でした <laughs> 惜しい結構どの色も似合ってるほんまワインレッドが似合うあワインレッドはでも確かに可愛いなって思うこと多いかな山ちゃんレインボースターありがとう好きな色着ればいい確かに極論そうよね服可愛いこれはグレイルで買ったよ通販のグレイルで。 そうグレールもや安いし可愛いし届くの早いしよく使ってるかなあのミスラ最近気づいたんですけど服はあのお手軽にねお値段買えるところで買ってバッグとかアクセサリーを少しねお値段張るところの買ったらすごいバランスいいのではないかと思って服はなるべくねいいお値段に、ね、さえ抑えて。 なんかバッグとかアクセサリーってすごい長持ちするものやからそこにお金をかけたらすごいコーデ自体もしまって見えるのではないかというねだからあの最近はバッグとかにねハマってます教科書出てきたちょっと <laughs> いや捨てるに捨てられないねから貯めてるのよ教科書全部かわいく見えるほんま最高の褒め言葉や今日まつげ い,いえほんまありがとういつもよりも綺麗にあげれたかなリングライトちょっとめっちゃ映っちゃったね <laughs> 気まずいぐらい映っちゃったけど黒似合うやっぱりやっぱ安定よね黒は黒くずうん黒いいねやっぱ黒やな安定はみんなが意外と水色いいって言ってくれたけどどうやろう水色みでやっぱあかんくない水色。 けてるこれ現代文単語が悪いもしかしてこっちが悪い <laughs> そんなことないこっちの問題絶対なんやかんや黒にいっちゃうそうよね黒ピンクパステル系やっぱいつも着てる感じかなそうピンクはピンクでもドピンクはあかんからこういうなんていうのくすみとかパステルとかが好きかな「着ちゃうと着ちゃうと」うとはだから今あれよあの <laughs>。 いや恥ずかしいなあの家の,あの足りてない段差のとこにキチャート挟んでるから <laughs> 恥ずかしいけどもうだからみそらの部屋のこのね隙間の段差のとこにキチャート挟んでますあのロフトがあんねんけどこうロフトがあるここにベッド置いててそのベッドがギリちょっとでかくてこうちょっとねロフトのこれがちょっとだけ上がっちゃってるからこの上がってる分はキチャートで埋めてます恥ずかしい まあもううちゃうとにねもう美空は用はないから文系やしワンウェイキューズモールにあるアベノですかアベノアベノキューズまた見とこうああ思い出した好きな服のブランドあのキューズモールで思い出したあれだよあれあのボルボルカンなんちゃらさんあのこういう系の服じゃなくてすごいパンク系の服があるんやけどめっちゃ可愛いです あと東京にしかないんやけどケリーっていう KRY っていうねそこも結構パンクな感じな服が売ってるんですけどそこがめっちゃ好きであのたまにね大阪に出張とか来はった時にルンルンで行ってたな <laughs> だからパンク系やったらそこが好きかもしれないでもこういう系の服は結構いろんなとこで買ってるかもお値段大事そうなのよやっぱね高校生のねお財布事情はあれだから <laughs> 新作うちはできたので横披露目やったーありがとう今は歯型のナイズ使ってくれてるよね特別感満載でめっちゃおすすめですよみそにゃんこハウス <laughs> ありがとう <laughs> 営業してくれてるシャケちゃんがもともと幼いじゃんってーオーバーロールきたらこれがもっとあれになんだよシーシー 白シャツでスカートを黒にするとか,えかわい,いねすごいなんかあのオ,ルオルちゃんって言うんですか韓国っぽいオルちゃんっぽくてかわいいですねグレイルなんだかわいすぎこれめっちゃかわい,いよねでももはや脇まで見えちゃうのがちょっとあれやからみんなちょっと脇のねあのガードが緩くなることは念頭に置いてきた方がいいよめっちゃかわいいでしょこれこれでワクチン打ちに行ったらめっちゃ喜ばれそうだね 最近は服セールの買うそうよねそう服はやろう趣味も結構変わったりするから何万円っていうのをねドンって買うのはちょっとリスキーやけどカバンはなかなか趣味も変わらへんしミスラがやってんのはあのまず色が黒の2個ねあの高いカバンですよあの高いカバンだったら可愛い系の黒1個あの結構スタイリッシュな感じのカバン黒1個でピンクの1個買ったんですけど。 もうそのなんていうのてパターンがあれば3つあれば何でも例えば今日やったらピンクとスカートが白やからピンクのカバン持てばいいしちょっとなんやろパンクっぽい服着た時やったらスタイリッシュな黒を持てばいいしなんかすごい状況に応じてカバンは変えれるからそうそうだから同じようなデザインのを何個も買うんじゃなくてその使い分けできるのをいいカバンはね買った方がいいのじゃないかなと思います。 服は結構1年ごとに流行も変わるし自分の好みも多分変わると思うから服はまあまあお手軽なねお値段で買うべきではないかなとというのが最近美空の「あの持論」です。<laughs> カバンとかアクセサリーはあんまり飽きが来ないからいいのを買ってお洋服は、ね、セールとかで <laughs> アイドルが何の話してねって感じやけどセールとかでね買おうかなという。 ユニクロとおッティしかないおじさん <laughs> いやユニクロさんもいいよ質もいいしミスラも冬場はあれよあの時ヒートテックに助けられまくってるよミゼール絶対にほんまちょっと次買ってこようかなちょっと単純やけど <laughs> 買ってこようかなあそう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  男性やったらアクセサリーとかよりかは時計の方が好きなんかなそういう感じそういう感じやっぱ時計とかカバンとかってあんまり趣味がガラッて変わることもないし趣味が変わったとしてもその状況に応じて変えればなんていうの順応できる感じやからいいと思います時計とかもねチキンって感じでそう段差に来ちゃうとなのよそうそう来ちゃうと結構ぶっとくてあ待ってぶっといで思い出した美らあの今日ね 今日着て履いてた靴がサンダルやから裸足でだから家出る前も裸足で過ごしててんけどほんなら「妖怪ウォッチ」の攻略本が美空のこれ足だとするじゃないですか足の甲のここにガーンって落ちてもうめっちゃ痛くて「まだ治んないんですよ」「ちょっと妖怪ウォッチ」の攻略本見していいですか?」。あのね「ハリー・ポッター」の小説ぐらいあるんです。 みんな小説のハリーーポッター知ってますかめっちゃぶっとくてもう読むのがどれぐらいかかんねんって感じなんですけどこれが「妖怪ウォッチ」の攻略本なんですけどこれが今日机のしかも机ですよ机の上からドンってしかも裸足のみ空の足にしかもここが落ちたんですここが角がドンってもうめっちゃ痛くてでも妖怪ウォッチに罪はないからもういや妖怪ウォッチのことはまだ大好きなんですけどもうね高低差もあるからもうめっちゃ痛くて。 今日一のびっくりでした、まあ、妖怪ウォッチに罪はないということで、まあ、机の上に妖怪ウォッチの攻略本も置いてたミそラが悪いんですけどしょうがないだって毎日やんないもん妖怪ウォッチ攻略本ないと生きていけへんからさでも痛かっためっちゃ <laughs> ここが当たってめっちゃ痛かったそれだけの話です黒のレザーに合イスうあ持ってるよ冬場はたまにチャレンジしたりします 来ちゃうとにそんなつかそうよ来ちゃうとはぶっといから段差うめに使えます <laughs> お姉さん系あいけるかなちょっと今度着てみるわ一応服はね何個かあるからお姉さんぽいやつちょっと着てみます挑戦しますちさちゃんココナッツありがとうそうこれワクチン用だよキッペイさんラブの銀手みたいなやつありがとうございます モバイルの突撃あ、見ましたちゃんと喋れてたからもう何言ったか忘れちゃった <laughs> ちゃんと喋れたかな今もバメ登録してきたよありがとうございますちょっと今日も締め切りまでにちゃんと送りますので皆さんミサラからの愛を受け取ってください倉内翔だかユニットクロスあ別にそういうわけじゃないですね <laughs> 別にそうじゃないですゆうみさんがねミサラはクロスに合うと思ってクロスに選んでいただきました でもそうしたら衣装もすごいね得意な感じの感じでしたすごいああいう服はね普段着から着てるので <laughs> じゃあ美空びっくりすると思うんですけどクロスにこれなんか指ここまでのさ手袋つけてるやんあれ普通にプライベートで買ってて持ってるんですよああいう感じのやつ全く同じじゃないけど普通に私服やんと思って <laughs> それぐらいクロスの衣装はねすごい美空が似合う感じの衣装です <laughs> 最近円円なっってポチといいね円めっちゃいいね服で990はお得すぎるねなぜ落ちてきたなんか机の上にあるものを取ったら妖怪ウォッチまで落ちてきて最悪でしょなだれなだれが起きたんかな分からへんねんけどなんかたぶ、ま、んたまたま近くにあって落ちちゃったんよね めっっちゃ痛かったもうそのなんで落ちてくる場所にさピンポイントに足があるのもやばくないもう落ちる場所なんてさ何通りでもあんのにもうわざわざ足のここにガーンってもうめっちゃ痛いよもう痛い本当にファッションというからよくわかんないけど黒系は流行に作用されないからずっと着られるそう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 本当にそうなのよで人を選ばへんからそうなのよでもあまりにも服が黒ばっかりすぎて あのね毎日コウモリみたいになってるからちょっと明るい服も着ようかなというね感じです著作権にはあ多分歌ってないから大丈夫だと思いますありがとうあとあれね本の中身を写したらダメだから多分表紙だけなら大丈夫だと思いますありがとうねそうしかも角なんよこうダーンってこのまま落ちてきたらよかったのにこうね空中でこうなっちゃってこう落ちてきてすんごい痛かったよ そそもそも今妖怪ウォッチ攻力本が机にあるのがいやあるでしょ攻力本どころか 3DS もあるしカセット入れもあるし充電器もあるよミソラはね世の中がどれだけ新しいゲーム機に染まろうがいつまでも任天堂3 d s で生きてるので <laughs> もうね楽しいよ 3DS なんかもう生産終了しちゃってすごい楽し,楽しくなくなっちゃったというか寂しい寂しいんだけどミソラは今ある 3DS を大事にします もう3レー a y s が一番楽しいてかもう妖怪ウォッチ楽しいよみんなほんま妖怪ウォッチやってほしいな攻略本まあ攻略本見ずに楽しみたい人もいると思うから、まあ、攻略本の有無はみんなに任せるけどほんまに楽しいよ妖怪ウォッチてか小学生の頃には分からなかったことが今頭で考えて分かるようになったから余計楽しいんかな考えながらできるからほんまに妖怪ウォッチいいよ てかマリオカート7とかも楽しいよね絶対に痛かった本当に痛かったよモンハンの攻力もさらに分厚えどれぐらいこれ妖怪ウォッチはちなみにこれぐらいなんですけどち指の分厚も込みでこれ,これぐらいかなドラクエどれられモンハンかモンハンこれぐらいかなすごいね妖怪ウォッチ2冊分ぐらい攻力本カードスマホでよくないいやちちちちわかった しかも当時ミスラ小学校5年生とかやからねスマホで調べるって言われもなかったしなんかスマホで調べたらなんか負けじゃないですか全全工程とかが分かってしまうなんかスマホで出てきたことを得るなんか模範解答をなんかワークに移してる気分になっちゃう攻略本はなんかネタバレっていうよりかは助けてくれるからこれを見た上でさあ自分でどう頑張るっていうのが楽しいんですよねまあそれは人それぞれやと思うけどミスラはそっち派ですちょっと 考えながらやりたい派なのでちょっとね模範解答よりかはちょっと手助けが欲しくて攻略本を読んでますまああと普通に当時は小学校5年生だったんで攻略本がなかったらマジで何もできなかったからあのね泉山で走って買いに行きましたよ買いに行きましたでもそんな感じかなだから攻略本が好きなんですね <laughs> 何を攻略するのまあ 今やったらあれですかね毎日延々トンネルは1日1回しか行けないからなんかいい感じのアイテムとか集めて行ったりとかあと妖怪ウォッチ再熱したのが多分1年前ぐらいからなんで小学生の頃倒せなくて諦めてたあのあやとり様と歌舞伎ロイドを倒すのをまず第一目標に始めてで再熱してから1週間ぐらいであやとり様まで倒せたのでそっからはあの妖怪あの大辞典でしたっけ 自転を埋めることとあとはあの,あのゲートボール集めたりとかいろいろしてますまだまだね無限にやることはあるのでね妖怪ウォッチはいろいろやってますあのクエストとかやったりとかジバニャン好きよいいねジバニャン可愛いよねこの間ないだんか爆速の話をした気がするな推しが駒さん推しでしたあそうなんや ミスラは安直なんですけど、すごいオロチがずっと好きでしたね。小学生の頃は、あのオロチに一回リアコしてましたね。ガチ恋。笑,笑ける妖怪にガチ恋してました。ミスラ。小学校五年生の時は、あの学年二クラスあったんですけど。も二クラスの子たちが持ってる。オロチがすべてミスラのとこに回ってくるみたいなことがあって、例えばノート。 ノートととかかも当時は妖怪チデザインとかが流行っててノート使い終わったら捨てるんじゃなくてその表紙にいるオロチを切り取ってミスらに渡してくれたりとか何かいろいろあったねそれ,それこそほんまにみんなが使い終わった文房具とかが一番多かったけどそういうのねオロチをわざわざ切り取ってミスらにくれたりとかみんなしてました。ななんか全オロチミスラに回せみたいな <laughs> 別に欲しいって言ってなかったんやけどなんかミサラがオロチ好きらしいからあげてみたいな風潮ができててクラスの子たちのねオロチがミサラに回ってきてました <laughs> 懐かしい <laughs> あとあれですねオロチのプラモデルかななんか動かせるなんかフィギュアみたいなのが出てあの発売してすぐに買ってもらったりとかしてました今は全然恋してないですよ普通に。 オロチ使ってないしあの編成の中ででもあの付き人,人妖怪みたいなやつはウィスパーからオロチに変えましたよもちろん今でもねでも編成にはどちらかっていうとオロチよりかは光オロチの方が入るかなっていう感じです <laughs> そんな時代もありましたねまたミサ沢にプレゼント送らないいやーありがとう もうね、ミスラよりもみんなの方がセンスがあるから <laughs> たくさん来ますありがとね深夜さんソフトクリームありがとうあの感じの手袋するの大悟さんだけだと思ってたあ、ウィッシュの <laughs> ミスラもつけてましたあの日常的にじゃないけどちょっとしたコスプレみたいな時とかに使ってましたミスラの踊ってるの見ると好きやからダンス配信とか見てみたいですえ そのダンスだけで配信できるほどの実力があるかどうかちょっと自信がついたらやりたいと思いますありがとう、うん、まあ妖怪の仕業かもねほんまにさっと足を引くまもなく落ちてきたんですよやっぱ重いからもうちんのも速くてもうストーンっても目にもは止まらぬ速さでね落ちてもう超絶痛かったこれも多分妖怪のせいですね私前で仲間おった待ってグータッチグータッチ 3DS 仲間グータッチ <laughs> いやよかった日本中でまだ 3DS してる人いてよかった令和生まれのうちの子数ファミしてる <laughs> ほんまいいねいいじゃんミスラの仲間だ 3DS うまく言えてないのがちょっと滑舌悪くて 3DS って言いにくいです 3DS 使い続けるみそら姉さんかっこいいもの <laughs> を大事にする店のことがさらに好きになりました <laughs> ありがとねうね楽しいからやってるだけなんですけど確かに壊れないままずっとね 3DS も発売された瞬間に買ってもらったんですけどもうかれこれ何年持ってるやろ10年ぐらい持ってんのかな同じの使ってます故障とかもしたことないですすごくないですか確かに物持ちいいかも私も一人でいないらしいないらでした やばい滑舌悪いいないれしてたりします3です最高レベル5最高 <laughs> ほんま最高任天堂最高 <laughs> レベル5最高 <laughs> ほんと最高メインストーリーを最速でクリアすることしか考えたことなかったあーでも確かに妖怪ウォッチはセーブデータを3つ作れるからあの1個目のデータはすごい極めてやってて23個目は定期的に消して楽しんでますね確かに。 メインストーリークリアがねなんだかんだ順を追ってるから楽しかったりするからわかるわかる最速クリアもいいよね一時消すです7七台 !?7 台で何すんの一人で通信とかしてたん500ページくらい7色あ五500もなかったわ420ページですね「妖怪ウォッチ」は420でした次郎さんココナッツありがとう 今確かお高い買い取りあやっぱり生産終了してるからいやもうミスラーはだからといって手放さないですよもう大事にします足に落ちたのは小学生の話だと思わせといて今日なんですよもうねどこの小学生の話って感じやねんけど今日なんですよ悲しいねー <laughs> ゲーム機ってジェネレーションギャップを感じるまあ確かにそうよねうちのお父さんとかやったらなんかそれこそファミコンとかなんとか言ってました ね、うちはミスラはまず Wii かな Wii に始まり 3DS 通過してなぜか WiiU は通らずスイッチ買いました WiiU <laughs> 買ってないですでも Wii も青春ですよ Wii もめっちゃやります Wii スポーツとかね Wii パーティーとかめっちゃ好きやったなもういとご泊まりに来るたびにやってたもん懐かしいほんま 目目自力2週目から攻略本あーそれもありやねでもそれほんまにさもう何も見なかったらほんまに分かんなくってなんか地図とかもねすごい道迷っちゃうから特に地図とか見てるかな攻略本はあとはこの妖怪のあ大好物とかあとどこに生息してるかとかは結構攻略本助けてもらったりとかしてるかな自力でできるのすごいね 泉屋,泉屋って京都なんや泉屋で買いました <laughs> 攻略本買うの夢や,やそうよね攻略本って美らもそうやった当時めっちゃウキウキでほんまに友達ともう自転車もブンブン走らして買いに行ったもう1秒でも早く手に入れたくて懐かしい美ゃの攻略本はないんですけどあの美ゃのことはもうとにかく愛してくれたら美らは愛し返しますよ <laughs> アニメででややっててたココママさんとコマジローで旅してるやつすごい好きやったなオロチかっこいいもんそうやねんもう当時から無限回収癖がもう確かにそうやもしれない <laughs> オロチかっこいいししょうがないかなえ日高浩二ありがとうゴールデンマイクオロチ見てきた今と好み変わってなくてほんまに思うだからミスラのなんか推しになる人たちのなんか共通点というかなんか 真の共通点っていうのはなんかオロチとかお粗末さんの市松とかなんかその辺言ったら「あっ美空の好みなんとなく分かるかも」ってなるかもね確かにその辺がなんか軸を作ってる気がします何言ってるかさっぱりやけど面白いあ妖怪ウォッチ」伝わらない人にはちょっと面白くないかもねごめんね <laughs> もうなんか美空が頑張って喋ってんなと思ってもらえたら <laughs>。 物持ちよし確かにね物持ちはいいかも動物の森いまだに 3DS やってるえ一緒よみそらもよ飛び出せしか勝たんよねほんまにていうかみそらつ森スイッチの「集まれ動物の森」が出るもうちょうど半年前ぐらいから 3DS の動物の森に再熱してもうねしばらく3年ぐらいやってなかったのにちょうどあつ森の発売が決定するね半年前ぐらいに やば久々に 3days で「どうもり」やったらめっちゃ楽しいってなって毎日やっててほんならなんかスイッチで「動物の森出ますってなってうおーってなったなんか自分が時代の最先端行ってる気分になりました <laughs> 全然そんなことないのになんか最近再熱したばっかりやからあなんかこのタイミングってなんかすごい時代の先端行ってるわーって感じやった <laughs> なんかそういう思い出があるな だからミスラもそう一番やり込んだのは動物の森はスリーデースかなだから今の厚森もやってんねんけどあの島を作れるのとか自分がね土地の形とかも変えれるのとかもど飛び出せのね 3DS ーーではありえへんかったしなんかすごい進歩やなって思いますんか慣れへん,なんか飛び出せをやりすぎて厚森に全然最初は慣れへんかったからもうこんなんもできんねやと思って。 なんかもうもはや別のゲームぐらい楽しんでましたほんまにもう進化もね楽しいよねだからどっちもやってる今集まりもちょくちょく進めながら飛び出せもやりつつねめっちゃ楽しんでるよ美空ちゃんは3 d a c ス時代の人です3 d a c スと w ィーが一番黄金期かな俺の3 d デ c e a k b のリクアワで TDC ホールに忘れてきて出てこなかったうわー泣いちゃった 3DS のさあれってそもそも本体にデータがさ連携してるからもう本体なくしたら全データが終わるよね泣いちゃう泣きそうやもう幸あれやほんまゲーム機一切買ってもらえなかったぜああいやでもゲーム機が全てじゃないよ外で遊ぶのも楽しいよほんまに自分はプレステ2が一番世代あっ ああ、プレステも持ってる、ミスラ。プレステビータ。ビータでマイクラしてました。たまに今もやってるけど、ビータのマイクラやったな。今も時代プレステ5ですけど、ミスラはビータがね、一番黄金時代かな。ゲームボーイ最高。いいね。うちの父と話が合いそう。ウィー、懐かしすぎ。<laughs> 懐かしいよね。もうほんま楽しかった。ミサニアのゲーム配信。え、やりたい、いつか。てかもう3日後ぐらいにやりたい。<laughs> もうさ周りがさスプラトゥーンとか配信してる中でミソラは妖怪ウォッチ配信すんねんな <laughs> 今日も延々トンネルやっていきますとか言ってる <laughs> めっちゃ面白い <laughs> 自分で言っといて面白い <laughs> 周りがどんどんねマリオカート8やってる中ミソラはいまだにセブンやってるしスプラトゥーンやってる中ミソラはねペンキ塗ったことないし <laughs> 妖怪ウォッチやってるしいやありよ ゲーム機買ってもらったのにはまらなかったああもうそれもねあるよあるよゲームもね楽しいって感じる人と楽しくない人もいるし自分に一番合う遊びができたらいいな w i i u 持ってる人少なかったよね確かにいとこんちにあったっけど 3DS 何色えちょっと持ってくるわ 3DS はね一番最初に出たやつの青これちょっと取るわこれですちょっともう ね、10年ぐらい使ってるから汚いんですけどこうんか一番最初に出た青と赤と黒かなの時の青色を持ってますそれにずっとねこのくまちゃんのやつも多分小学校3年ぐらいの時に買ったんかなをずっと使ってますしかも褒めてタッチペンなくなってないんよやばくないこれさもう世の中のさ DS 勢 3DS 勢さみんなさタッチペンなくすやんなくしてないんよ やばくないこれが美ラの唯一の自慢かな過ごすないすごすない,すごすごすないとか言ってすごくないまだなくなってないあと持ってるカセット紹介しますねまずまずはまあここ入ってるのは妖怪ウォッチですねもちろんこれ妖怪ウォッチ真打ちです妖怪ウォッチ真打ちとこれ飛び出せ動物の森友達コレクション新,せ新生活 これはなんかモデルになりきってファッションを組んだりとか撮影するやつです。でこれがスーパーマリオ 3D ランド。これすごいなんかね、その名の通り 3D な感じのマリオ。でスーパーマリオブラザーズ2。これはなんかね、ブロックがコインとかに変わるやつ。でこれがマリオカート7。もう親の顔より見たカセットですね、これは。めっちゃ入り込みました。 あこの欠けてるところが妖怪ウォッチですね。妖怪ウォッチとこれが友達コレクションの DS ですね。でこれが、これ初めて買った 3DS のカセットなんですよ。任天堂ドックスプラスキャッツニューフレンズこれはワンちゃんとか猫ちゃんを飼って育てる、育てたりとか散歩行ったりとか、あのドッグランとか、あとフリスビーキャッチとかもできます。すごい、ね、平和なゲームです。ですかね。あとは、 の DS の「マリオパーティー」とかもすごい得意ですよあの葉っぱよけるやつとかもやってましたこんな感じですもう特に今でもやってるのは「妖怪ウォッチ」と「友達コレクション」の「新生活」と「マリオカート7」と「動物の森」でたまにワンちゃんと猫ちゃんの世話,世話もしに行きますこんな感じでルーティンですね <laughs> 調べてくとオロチかっこいいあやっぱりオロチかっこいいでしょ オロ当時ガチ恋でした好きなゲームの機械が変わるたびに新しい機械買ってそれ飽きたら動かすことなくなるそう動かすことなくなんねんけどちょっと成長してからもう一回起動さしてハマったタイプの人間ですみんなゲームやってる時買ってもらえなくてベルマーク集めてた偉すぎるベルマークベルマークもね詰まればヤマとなるよ本当に核が外に置ける時代に驚いたほんまに あとなんか家具をなんか自分でリメイク自分でリメイクできんのが焦ったあの飛び汗の時ってあのリサイクルショップ持っていかないとリサイクルしてもらえへんかったのにリサイクルちゃうはリフォームみたいなのしてもらえへんかったのに今の時代自分でリメイクできるからねもう動物の森も進化したよね本当にツインテールかわいいありがとうねミセらの年代やったらあイカツはやっあ流行った流やったあイかつカードあるよちょっとロフトの上やけど 自分はラブベリーラブベリーラブベリーはねミスラのいとこかな6つ上のいとこがすごい好きでやってたかなミスラはアイカツとかプリパラの世代ででその中でミスラはアイカツをやってたかなアイカツが好きで1回100円のね1回100円のアイカツのゲームがあの泉屋にあってまた泉谷ねんけど 京都あるあるの泉屋にあってあのお母さんとお買い物行くたびに1回だけやってもらってましたやっぱ100円ってねでかいから当時はその度に1枚カードが出てきてそのカードをめっちゃ集めるみたいな感じやってたなレトロゲー配信いややりたいなレトロなのかわからへんけど初心に帰って妖怪ウォッチ初心に帰ってへんけどね今もやってるけど妖怪ウォッチ配信みたいなやりたいかも妖怪ウォッチのメダルめっちゃ入ってたほんまに あの劇場版限定のなんか「冬にゃん」とかのやつとかも集めてたかなマリカはそうトまで行ってんのよミスラでもエイトやってなくてマリカほんまブンしかやり,やり込んでないからもうンならできますショートカットとかも覚えてるしだからエイトはちょっと分かんないですけど <laughs> マリオカットンならできますクマちゃんカバーほんまかわいでしょ日高浩次ブラボーありがとね 物持ちめっちゃいいでしょほんまにすれ違い通信うわ懐かしいめっちゃ言ってたわあとなんかすれ違い通信ですれ違ったミーをさなんか連れてクエストに行けるやつあったやんあれとかもめっちゃやってたしあとピース集めピース集めもやってたま懐かしいあといつの間にか交換日記ってみんな知ってる3レースに入ってるあれめっちゃ好きでやってたわ同じ DS 持ってる色も同じイエーイ <Good> <laughs> タッチペンなくして唯一ボールあっよい混ざっちゃったコメントがタッチペンなくしてボールペン使ってるいやあるあるよねミサラの身の回りもみんなとってるシャーペンとかボールペンでやってたけどミセラはその中でねずっとやってたよボールペンでボールペンじゃないタッチペンで <laughs> これ自慢ちょっと高まってきちゃったみんなめっちゃ喋っちゃった 懐かしいややろほんんま未だにやってるよちゃんとつけてる名前も覚えてるもんえっとねトイプードルのスカイやろほんでチワワの花ちゃんとうわ待って猫ちゃん名前忘れたあ猫のチョコ猫ちゃんのチョコあのヒョウ柄の猫ちゃんのチョコちゃんがいますトイプードルのスカイチワワの花ちゃん猫ちゃんのチョコちゃんですを育ててます ノートレならあるあいとこに借りてやってたよノートレ 3D さんも新しいゲームは出てないと思いますもう生産が中,中止っていうか終了しちゃってともこれって結婚して子供生まれるよびっくりよねそう新生活の方でやってます子供生まれるよたまに昔やってたゲームの動画とか YouTube で探してみちゃうそれが見せられもまさにそれなんよ妖怪ウォッチとかの攻略動画めっちゃ見てる <laughs> 未だに再生数地味に伸ばしてんのミスラやね <laughs> マリオブラザーズ2と動物の森とポケモン以外打ったなわあ悲しいミスラあれやわあのこのトモコレの DS だけ中古で買ったんやけどあの前の人のデータ残ってたわめっちゃ面白いその人の交友関係が見えてあやかつしてたあやかつ懐かしいやろうミスラもやってた ラブベリア娘がめちゃくちゃ言ってたあやっぱりこう世代にねよっても多分5年ごとぐらいでやってるのが違くてミスラの5個上ぐらいが多分ラブベリーでミスラのね前後世代の人がみんなアイカツプリパラあとあれやプリズムストーンうわプリズムストーン懐かしいプリズムストーンあたりかなでミスラより後になるとちょっと分からへんねんけどっていう世代かな多分やっぱアイカツよ妹と同い年やからそうかなと思った <laughs> アイカツです 相方世代やわミラとすれ違い通信するミスラホンマウなしでたまにさほんまにすれ違い通信できるかなと思ってあの持ってってるよ 3DS 誰ともすれ違わへんくて寂しい昔はさちょっと泉へ行く時に持って行くだけで10人ぐらいとすれ違ってさ楽しかったのに今は誰,誰ともすれ違わないみんな 3DS ち歩こうよ <laughs> すれ違い通信しようよミスラすれ違いしたいよ こうしてあとふってゲームコイン貯めるとかね 3DS 懐かしいやレインボーロードが夢に出てきてガードレールないから怖かったあレインボーロード確かにガードレールないからさめっちゃ落ちるよねセブンやろう夢に出てくるの嫌やねあれゲームやから楽しいけど夢は怖いかもあグデグデタムタムやイエーイイ <laughs> イエーイありがとうイエーイ <laughs> ありがとう すれ違い通信で戦うやつ頑張ってたえミスラもミスラもすれ違いクエストみたいなやつめっちゃ頑張ってたなピース集めも結構いいとこまで行ってんでコミケ行った時待ってコミケっていう単語がもうやばいねんけどさコミケ行った時いろんな地域の人とすれ違ってたあわ分かる分かるたまにさあのお盆とかにさ なんか広島とか行っててんけどおじいちゃんの実家やからそん時とかに交通道路とかで分からへんけどすれ違ってんのか知らんねんけどもういろんな人とすれ違ってめっちゃ楽しかったもういろんな人とすれ違ってねジェイさんレインボースターありがとう黄色でピカチュウ描かれてる 3D ですねなんかめっちゃレアっぽいねいいじゃん 家にあるスリーデースが最初のゲーム機だけど今度スイッチ買うか家族会議中ですミスラはねミスラも家族会議してもらったんだけどあの森が出る時に買ってもらいました <laughs> <3 DS 笑> ちょうどねその時飛び出す動物の森にめっちゃハマってたからちょっとあつ森もやりたいなと思ってスイッチ買ってっておねだりしましたスイッチもスイッチでねあのスマブラとかあるので楽しいですよ ミスラはあのいとこの3レースのカセットであのスマブラやっててあとはウィーのスマブラがめっちゃ好きでやっててんけどスイッチでもねス,スマブラできるのでいしいですよ大学生で虫キングしてましたなんか通じるものがあるねミスラ大学生で3レースで妖怪ウォッチやってるんでそれなんかグータッチいきましょう <laughs> ミスラ04そう04404 04 04です ミスラの聖地確かに幼少期の思い出は泉谷ですかね泉谷で攻略本も買ったし泉谷で挨拶もしてたし泉谷 <laughs> ですれ違い通信もしてたかなもかちゃんレインボースターありがとう昔握手会にすれ違い通信持ってったらやばかった <laughs> いいねもうその時代に戻ってほしいミスラ今誰ともすれ違わへんくって寂しいから。 スリーデース持ちを歩こうよって聞いて今は令和5年やけとなってる <laughs> 令和5年で合ってるよもうねちょっと人類スリーデース取り戻そう計画しようよすれ違いたいミスらみんなとだってみんなとすれ違わへんからさすれ違いクエストも進まへんしピース集めの旅も進まないすれ違いたいです一言コメントがあったああれフレンドのやつで あれミスラ何にしてるっけちょっと見てくるわ。一言コメントって結構個性出るよね。なんか結構面白いこと書こうと思って頑張ってる子とか、よろしくお願いしますって書いてる子とか。公演の時は持ち歩いてないけど、たまにね、持っていくんですよ、出先にスリーデース。かばが大きかったりしたら。とミスラの、ミスラのフレンドリスト見ますね。ちょっと画面は見せれないんですけど。 あお気に入りソフト「妖怪ウォッチ2ー新ウチ一言コメントが「あー」って書いてますあのカタカナで「あー」に「伸ばし棒4つにちっちゃいーにびっくりマーク」って書いてますなんかすごい痛いオタクって感じがしますねちょっと痛いオタクでした <laughs> 閉じます厚盛はスイッチですよ飛飛びび出す動物の森の飛び森が 3DS で「集まれ動物の森」っていう集まりがスイッチですスイッチライト持ってるけど奥底に眠ってるやっぱやらんくなっちゃうよねいやみんなスイッチだったらやっぱりスマブラしようよスマブラ好きなんですけど見せたらスマブラ友達がいなくてやりたいです京都民じゃないからこの配信で一生分の泉やってたんご聞いたわ <laughs> いや京都あるあるなの知らんかったわ泉谷がちょっとみんなもっかいスリーデース楽しもうほんま DS ライターと気がするな帰ったら探してみるほんまやみんなちょっと探してみてタンスの奥底とかスリーデースあの眠ってると思うからちょっと掘り出してちょっとやってあげてミスラのためにもマリパのミニゲームの連打系は自信あるやミスラはちょっと連打系はいつも負けててんけど あの葉っぱかき分けてさテントウムシが来たらこすってハチが来たら黙るみたいなやつあったやんあれめっちゃ得意やであれめっちゃ早い世界で一番早いシュッ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 シュコラクスコスシュッシュッシュハッハチはッシュッシュッシみたいなめっちゃ早いよほんまに早いあれだけはほんまに早いエレレレ違う違うもうほんまに一番最初に出た 3DS エレレでも何でもなく普通普通のやつ 赤と青と黒が出た時のもうマジで一番初めのスリーデースの青ですスリーデース持って誰かとすれ違ったらミスラの可能性あるってことねもう可能性っていうかもう99%ミスラですねこの時代にスリーデース持ち歩いてるなんてミスラしかいない <laughs> ミスラやろなあこんな感じですああカタカナアに伸ばし棒にちっちゃい痛いにびっくりマークそうこんでですふたばさんとか小判さんが一番近いですね こんな感じでした <laughs> 恥ずかしいなすごい痛いオタクですけどスマブラスマブラに推しとかはないんですけどいつも使っているのはアイクですかねアイクはもう小学生の頃から Wii でやってる時から使っててたまにいろいろ浮気してましたけど結局アイクに行き着きましたでアイクの次にクラウドですかねやっぱ剣使うのがすごい得意であのやっぱ素手とかがすごい苦手なんで剣 剣持ってるキャラが得意でその中でも一番得意なのがアイクでその次がクラウドかな一時あのキャプテン・ファルコン極めてたんですけどキャプテン・ファルコン使ったらあの無敵になってしまってみそら <laughs> キャプテン・ファルコンのねファルコンパンチが強すぎてあのいとこにファルコン禁止令出されてそっから使えなくなりましたファルコンはファルコンも一時使い手でしたでも今はもうアイクとクラウドに落ち着いたかなっていう感じです そそうそうリムとかもね結構壊れたりすると思うんですけど美空は壊れたこともないしタッチペンも残ってますすごくないですか <laughs> 物持ちがいいんですよ 2DS なら持ってるおーいいねレアレア 3DS よりレアですよ 3DS それから妖怪ウォッチ買おうかないいね妖怪ウォッチほんまに楽しんでほしいみんなになんか大人になったからこそ楽しい気がする DSI で止まってるわ <laughs> なんかすごいこのコメント欄でいろんなゲームの時代をいける気がするな一時期京都住んでたけど近所泉屋なくてアルプラザがあったなあーどっちも京都あるあるですねいいやん地元トークや 3DS からカメラついてあそうやっけ DS はちょっといとこが持ってたから店は持ってないんやけどそうカメラ確かについてます画質は結構 あらめやけど。アイク使い、え、ほんま、珍しい嘘やん。ええー、みすらアイクが一番ほんまに。一番、もう安定して使えるし。アイク使ったら負けなしです、さすがに。なんか、たまになんか、このキャラやってみようかなとか思って、ネスとか使ってみたら、めちゃめちゃ。あの、あんまり倒せる数が。安定しなくて。あれなんですけど。アイク使ったら、もう負けたことないです。 さすがにクラウドもまあ勝率9割ぐらいかなちょっとたまに負けます <laughs> アイクだったら勝てますなんか一時逆にカービー極めたりもしてましたよ逆にね同じ初代の 3DS 持ってますおお起動させてください 3DS 仲間を今日増やしたいです美空 <laughs> あクラウド好きなん あのファイナルファンタジーの方のクラウドはあんまり知らないんだけど <laughs> スマブラの方ではクラウドにお世話になってますすごい使いやすい芸軒に呼ばれてほしいあーでもちょっとね古いかも美空芸軒って結構ね最先端のゲームを言ってるけどミ空ラまだに 3DS 勢なんで呼んでもらえるかな本当にミ美ラ出たいんですけど芸軒にね出たいんですけどちょっと <laughs> 3DS 勢はちょっとお呼びじゃないかな出たいな <laughs> めっちゃ出たいんですけど スマブラ早好きでソニック使ってたうわーすごいソニック使えるのすごいな上手い人ってイメージあるわそうもうね何回もいとこ話出して申し訳ないねんけどいとこがめっちゃゲーム上手くてそうゲーム上手い人ってもう剣とかもはや使わなくってなんかもうソニックとかマリオとかねなんかその辺使うじゃないですかピカチュウとかなんかうらやましかったりサミスラもそのいとこに憧れてピカチュウとか使ったらめっちゃ下手でもうやっぱ剣使わないと生きていけへんなって思ってね ゲーム上手いってかっこいいなって思いました <laughs> スマブラのゲームウォッチキャラが強いい,いつも奥飛ばせあ確かにでもゲームウォッチもすごい難しくないですかなんか急にマッシュルームをさ切ってなんかやり始めたりするけどなんか極めたら強いんやろなって思うけど難しくてあんま使えない泉谷の歌時代で違うらしいえー、そうなん デイスイミアの歌 <laughs> DSI からカメラついてるあそうかそうか濃いピンクあ憧れるよねそうミスラさんもこの初期のやつを買っちゃったからもう青と赤と黒しかなくてだから青買ってんけどミスラが買った1年後か貼ったマリカ何使ってたっけえあれですかカートですかカートの種類はっ使ってるキャラはあ,のあれですキノピオですピノキオキノピオピ,ピノキオキノピオ だってわからなくならんこれあのキノコの子ですキノピオやピノキオどっちや鼻長いのがどっち鼻長いのがキノピオかあキノコの方はピノキオですねこれ逆やったら面白いねピノキオ <laughs> どっちかわからなくなっちゃったですあキノピオか <laughs> 間違えた <laughs> 逆でしたで使ってるカートはなんか緑の長いやつえちょっとみたいみたい マリカつけたい使ってるカートは緑の長いやつにタイヤがなんかちっちゃい丸いやつ逆でしたマリオがキノピオああ鼻長い方がピノキオもうややこしいね世界ほんまちょっと充電が赤やわちょっとマリオカート7つけますねちょっと画面映せないのがちょっと心苦しいんですけどちょっとここまで来たら爆買い配信しましょう みんな3レースの話かかりますかちょっと分からなくてもねあの聞き流すぐらいでいいんですけど懐かしいななんかこんなにミスラーがスリーレースについて語ってるのをみんなが聞いてくれると思わなくて嬉しいですもとはといえばイベントありがとうございましたのあのにお礼配信はねちゃんとも,もっともっとね感謝が伝わる形で今週末にやるので待っててください。 ちょっと今マリオカートつけました経験数もぶらしてたことあるえやりたい本ならミソラアイクやりたいアイクアイクでやりたいよミソラ経験で出たい経験出たい早く動くの楽しんでただけでめっちゃ弱かった待って <laughs> おもろすぎ使いこなすとかの前に早く動くのが グランプリであとね 150cc がちょっとだけ集めきってないんですよねカップをであキノピオほんまにキノピオって書いてあるキノピオで使ってるカートはあ弾丸ダックこれ緑のね長いやつにスリックタイヤちっちゃめのスピードと加速が強いですで使ってるやつはゴールドカイトですね この3つがもう私の固定ですこれが見たかっただけです <laughs> キノピオです使ってるキャラはいやー楽しいな 3DS 大好き壊れてほしくないずっとピンク出たタイミングでピンクも買ったであーいいねーもうミスラーはすでにブルーを買ってもらっちゃってたので ピンク持ってる友達はねいいなぁと思いながら見てました逆逆 <laughs> これ逆やったらおもろいとかやったら逆でしたねキノピオか <laughs> キノピオですキノピオしか使わないんですいつもマリオカートは鼻長いのがピノキオ <laughs> あもう逆すぎたな今ほんまにスリーレース入れる注文したんえ注文したんえー、すごいスリーレースの時代来たえー、いいじゃんすれ違いしましょう <laughs> 意外と持ち歩いてるからみそらちょっと逆でした逆に接行で接 <laughs> 行するほじきはない <laughs> そうですねマリオがキノピオ女の子がキノピコいや間違えましたキノコだからキノピオあ、なるほどねそれでも間違えへんわキノコのキノピオオッケー ヨッシー可愛いからずっとヨッシーにしてたいいじゃんヨッシーね女の子結構使うよねヨッシー女の子って結構タイプ2つ分かれへんもうザ女の子でもなんかあのピーチ使う子とかとヨッシー使う子で結構分かれる気がするそんな中でミスラはいつもキノピオ言ってましたカバーつけない派何がスリーデースついてんでクマちゃん私も起動しよっかなーいいねー いいじゃんもうみんなやっちゃおう3です本体出てきたけどソフトが一本も見つからないえっ入ってもないですかえもう探しましょう通信体制は一本 <laughs> もうねもう今の時代誰もやってへんからねあ通信でやったらあ友達とってことですかそうなんですよ「マリオカート7」ってねあの友達と通信でやったらその通信の主体になってる子は自分のキャラ選べるんですけどあの 通信で入ってきてとかみんな平方にされるんですよキャラをもういつも不服でしたねだから自分がいつも主格になりたかったんですけどやっぱねそこは譲り合いなんでいつもね平方でやってましたよやっぱねキノピオでやりたいのにとか思いながら大 <laughs> 和 <laughs> さんレインボーストありがとうスイッチでも友達コレクション出ないかなあー今やったら受けるかもねすごいなんか推しの顔作ったりとかもできそうやし何の話してもおもろいなえほんまちょっとしゃ喋りすぎてへんかな もうね、楽しくてめっちゃ喋っちゃいました認定の人が見たら喜ぶ配信 <laughs> もうねいまだにねスリーデースをこんなに愛してる人間がいるんだということをねあの伝わってほしいですねマリカは絶対ヨッシーあーやっぱヨッシーか美空が時代を動かした <laughs> 動かしたかも時代はスリーデースやでいないで始めましたいいね 久々にゲームやっちゃおう朝の番組「ラビット!」でリカやえてたりえそうなんやんでもそれって「セブンじゃなくて「8」やろいやーもうみんな「セブンもやってほしいな楽しいでほんまに「平イ自体懐かしいね懐かしいもんここじゃなかったら言わへん単語やもんソフトの接触悪くなるえほんまに でミスラもね、最近までではソフトの接触は充電やばかったです。いとこがねみんなもうこあるごとにこうね接続部分フーフーしてもう接続悪いわとか言ってたんですけどそんな中でミスらはね全く接続が悪くなくて勝ち誇った顔してたのに最近使いすぎてついにちょっと接続悪くなってきて悲しいですちょっと寿命が感じられてきて悲しいまだまだ妖怪ウォッチやり続けたいのに。 だから妖怪墓地だけと言わずにいまだに結構全部やってるしねモデルおしゃれオーディションも結構やってるんですよ楽しくって <laughs> 雑誌撮影やってますよいやー楽しいなほんまちょっと半ぐらいにはね切らないとまだもばめかけてないので <laughs> 半ぐらいには終わりますね たたまにクッパ使っっっててててみてややぱりり負けるっていうの何回も繰り返してたあいや分からんでもないなクッパ体重いしなそうやねんなマリカはー 3DS のマリオカート7そうやねマリオカート7よやっぱり7よね時代は今8に傾き始めてるけどミスラは何があってもマリオカート7を押していきたいやっぱ7よソフト出てきたあよかったもう今日はね夜更かししてみんなで 3DS しよう ピアル大使ピアル大使かなエイ <laughs> やったり64のまりかあ六64ってやばいねお父さんがよく言ってました64がどうちゃらってミスラちゃん任天堂本社に行くべき <laughs> いや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  <laughs> ただのゲームオタクなんでちょっとごめんもうねゲームのもう話題がいとことの思い出しかなくてもうねいとことは本当にゲーム仲間なのでね同い年の男の子なんですけどすごいゲームが得意で。 しててやってましたもうしばらく会ってないんですけど小学校中学校の思い出ですね青春でした私の今度実家行ったら探すわちょっと探してみてみんなもね楽しく 3DS ライフを送ろうちょっとお腹がきついから緩めます差し込み口を拭くとかファミコンの時代から変わらないやっぱねもうテレビ叩くとかも一緒やけどさもうゲームの差し込み口をねフーフーするのも 共通だと思います <laughs> 性質悪くなるスリィースも重量計はスピード乗ると早いんだけどねああそうかもうでも何があっても,もうキノピオしか乗らへん体になっちゃったあの煽おる時のね声とかも好きなんですよキノピオのあの自分が置いた罠、ね、バナナとかに誰かが引っかかった時の声とかがもうねほんまになんかいたずらしてやったぜみたいな感じで可愛くてね 好きなんですよだからもうキノピオしか使わないです <laughs> ハッシュタグセブン推しもうセブン推しです私は棚見たらマリカセブン持ってたわあいいじゃんやってくださいぜひマリカセブンパパさんもゲームいやパパどうなんやろうなんか人並みにやってたっぽいけどねたまに一緒にあのウィーパーティーとかやったらすごいパパ下手くそでボコボコにしてました <laughs> もうね パパぐらいの、ね、年になると体が硬くてもうあのボーリングとかねあるんですけどあのウィースポーツとかでね体硬すぎて可動範囲がちっちゃくてミスラの方が柔らかいからめっちゃ買ってましたそ i n t e ね京都ありますよ行きたい今度の新軍の握手会ですれ違い通信 <laughs> する <laughs> すれ違い通信する持ってこっかなほんなら ゲーム探したけどベルマークしか出てこないいや頑張った勲章だよベルマーク集めテレビ叩くってワードが出てくるゼロオンラインいやもう叩くでしょちょっと不具合起きたら何事も叩いたらちょっとね起動する気がしますおじいちゃんゲームが詳しい人と思われてるのか後輩の子供に電話で攻略聞かれる <laughs> おもろ <laughs> ちょっとあのあそこの攻略教えてもらってもいいですかっつって。 かわいいやんネット見る前に電話で聞いてくれるってかわいい「親レースゲームで体傾くあるある」待ってめっちゃわかるうちの場合妹やってんけどちょっと慣れてへん人がさマリカとかやったらこうしてさふんまさあちょっと顔映つの気まずいねんけどさこれだけでさ動かせんのにさこう,してこうやってさゲームも傾いて自分も傾くっていうさめっちゃおもろいよね。 <laughs> ある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  TV ですね握手会ですれ違い通信えちょっとさミスラレーンに並んでくれる予定のある人みんなさスレイデース持ってくる計画せえへんみんなですれ違い通信みそにゃんこすれ違い通信計画 <laughs> やっちゃうみそにゃんこみんなでスレーデスを起動させたままね大事なのは起動させたまま閉じることよ この状態で持ってきても何も意味がないから起動したまま閉じてスリープモードにしてもらったらすれ違い通信できるのでねみんなですれ違い通信しますか <laughs> テレビ叩くのは昭和生まれだけだと思ってたいや平成生ままれでも叩きますよ平成16年生まれでも叩きます。<laughs> 握手会じゃなくマリカ対決 <laughs> ミスラの連だけみんなでこうしてててててってってこうしてみんなでマリカしますか <laughs> ミ位に NAB の行きおるんやでええそうなんあびっくりしたそういう意味であ違うか任天堂さんと NAB がコラボしたんかと思った違う作ったのかびっくりしたそんな神イベントがあったのかと思ったやばいそろそろあなかなりそうです 日にち決めてやるかちょっとみそにゃんこすれ違い通信決めちゃうかちょっともうちょっとあの現実的にね握手会とかが近づいてきたらちょっと本格的に話し合いましょうショールームで <laughs> みんなですれ違い通信しましょうよねその日だけ3レースに活気が戻ってきたら嬉しいですね今は店らどこに持って行っても誰ともすれ違わないのでねその日だけは昔みたいな今日のすれ違い人数20人みたいなあの景色を取り戻しましょう <laughs> 楽しいやろうよみんなでやろう売ってるとこ探さないの <laughs> ああもうせやね生産終了がねもうそれだけがネックやけどもしあの押し入れとかにある人は眠ってるのをね探し集めてきて親戚が持ってるよとかやったらそれちょっと借りてくるもよしみんなでねすれ違い通信しましょう <laughs> 海外の人あ分かる分かるたまに海外の方とすれ違うよね1期生配布あったえそうなんやえいいな吸気性配布したい何なら田中見世だけでも配布したい <laughs> ちょっとみんなとね時代を取り戻しましょう服装を決めるんじゃなくてすれ違い通信する日を決める前代未聞 <laughs> それはもう前代未聞でもやっちゃいましょうもう服装はみんな何でもいいです もう一番似合うと思う、ね、服を着てきてください。もう自分がその時に気に入ってる服でもよし何かみしのことを思って買ってくれた服でもよし何でもいいから服は何でもいいです。もうすれ違い通信しましょう。そっちが大事。<laughs> すれ違い通信やっちゃいましょうソフト一緒じゃなくてもできるよ。なんか最後にプレイしたゲームはこれですみたいなのがね出てくるだけですれ違い通信自体は全然誰でもできます。やろうやろうみんなでやろう。 任天堂の関係者さん見てな嬉しなきゃほんまや。俺 <laughs>、ね、私たちこういう計画してます。っていうね。やりたいな。大阪と京都やから持ち歩いてすれ。違ったら見せ。あそうやね。もう京都府から来ました。ミソラです。とか言ってたらもうそれ確定で私です。服装なんでもいい雑で草 <laughs> もうね。もう服装はもうね。みんなでお空とかでもね。楽しいと思うんですけど、まあ一旦今のとこはね。みんなが好きな服着て来てくれたらそれが嬉しいですね。 ほんまにお腹鳴なりそうですのでそろそろ終わろうかなと思いますちょっとどでかい音が鳴る前に切りたいですねちょっとほんまにお腹すきましたうあなりましたね普通にお腹 <laughs> 次の一回が鳴る前に切りますそうそういえばそ,そうよ最後にやったゲームはこれっていうのがね出ます好きなこと好きなことだけを言うほど見せろというキャラが出来上がっていくそうよもうね あの最初の方は猫被ってたんですけど、あの好きなものはね語らせてほしいですねこれからも思う存分にまあいろいろ語り尽くしてきた気がするんですけど、ちょっとみんな聞こえたとか言わんといてほん、ま、もう恥ずかしいからもう絶対言わんといてほんまやめてほんま聞いてないでしょ。グーって言ったけど思いっきりちょっと恥ずかしいからやめてください。ま <laughs> あね今日はすごく楽しかったです。 みんなでね握手会で3レースを持ち歩いてやっちゃいましょう。で今日の配信を通してねもし3レースに興味を持ってくれた人がいたらあのよろしくお願いします。というわけでちょっとお腹鳴なりそうなんでそろそろ壇上読みます。あの何回も言うんですけどお礼配信は今週の土曜日にね一人でも多くの人に感謝できるようにちょっと用意するので待っててくださいもう,今日あもうまたなったもうまたななっっ恥ずかしい。 今日はねまさかこんなに語り尽くすと思ってなくてびっくりしたんですけどみんな最後までありがとうございますえっ、ー、と13位忍者リバンバンちょっと生あ変わっちゃった忍者リバンバンななんとかさんありがとうございますちょっと変わりましたね13位ななさなさやさんありがとうございます12位山ちゃんありがとう11位ヒゲマジンさんありがとう 10位、そうらちゃんありがとう。9位、つつみさんありがとう。8位、日ひだかこうじありがとう。で7位がぐでぐでのたむたむありがとう。6位、かわなさんありがとう。で5位がやまとしさんありがとう。4位がももかちゃんありがとう。 3位キッペイさんありがとうまたなりそうやばい2位シンさんありがとうで1位がリュウさんありがとうはいもう喋りすぎてもうねお口が疲れました <laughs> みんなも耳疲れてないですかもうまさか妖怪ウォッチの攻略棒落とした話からこんなにね3レースに発展すると思ってなかったんですけどみんなとね喋れて良かったです ハス入ったよ、まあ、ありがとうねもうこれからみ,みんなとねまだまだ楽しい人生を歩んでいきたいなと思ってるのでよかったらイベントは終わったんですけど末永くよろしくお願いしますまた週末にお礼配信しますのでよかったらお越しいただけると嬉しいですあとアクシカらみんなですれ違い通信本当にやる約束でいきましょうね本当に楽しみにしてます <laughs> 楽しんでもらえて何よりですまだまだね喋りたいことたくさんなんですけどちょっとそろそろモバメを 書きたいのとご飯食べたいので <laughs> みんなもねお風呂入ったりいろいろしてください明日もみんなが元気に一日過ごせますように願ってます最後まで聞いてくれてありがとうございましたじゃあねありがとうバイバイ。